ちょっと。こんにちは、コアラ先生です。さて、絶賛花粉シーズンがやってまいりました。今年もコアラ先生は若干鼻声です。今回は子どもの花粉症についてお話します。この動画を見るとどんなことに気をつけると症状が軽くなるのか、小児科専門医の私が解説いたします。以前スギ花粉症に関しては治療法や舌下免疫療法の動画などを撮影しておりますので、よければそちらもご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いしますね。それでは本編スタート。子どもの花粉症について3つに分けて解説します。1、子どものスギ花粉症。2、花粉症の予防と治療。3、花粉皮膚炎。今回はこの順番で話をしていきます。子どものスギ花粉症はどの程度いるのでしょうか。2019年に行われた疫学調査によると、5歳から9歳では約 30%、 10歳から19歳では約 50% と年々増加していることが分かっています。子どもで花粉症があると集中力の低下、運動や勉強への支障、睡眠障害など子どもがやらないといけない活動に大きく影響することが分かっていますので、適切に生活指導や治療が必要なわけです。では花粉症の予防と治療ではどのようなことを気をつければ良いのでしょうか。一番大切なことは花粉から逃げることです。具体的なポイントは7つです。1、花粉情報に注目する。2、花粉の多い日は外出を控えてマスク、メガネを使う。3、花粉がつきやすい表面が毛羽立ったコートなどは使用しない。4、帰宅時には衣類や髪をよく払ってから入室して洗顔、うがい、そして鼻をかむ。5、花粉の多い日は窓や戸を閉めておく。6、花粉の多い日は布団や洗濯物を外へ干さない。7、掃除を頑張る。以上です。花粉症の一番大切なことは花粉を近づけないことですので、地道なポイントですが意識してみてください。そして次に治療についてお話します。治療は内科的治療と外科的治療があります。内科的治療は点眼薬、抗ヒスタミン薬、トイコトリエン受容体拮抗薬といった内服薬、ステロイドの点鼻薬などが代表的です。アレルギー性鼻炎は鼻閉型と鼻漏型というタイプに分かれます。今挙げた薬はどれも起こってしまったアレルギーの反応を抑える効果がある薬です。そして近年注目されている舌下免疫療法という治療法もあります。これは毎日スギ花粉の原因を体に取り込むことによって体をスギ花粉に慣らして、スギ花粉に対してアレルギーを起こさないように、敵対心を持たないようにするように体質を改善しようという治療法です。詳細は別途動画で解説していますので、概要欄からご覧ください。外科的治療は主に3つに分かれます。レーザーで粘膜を焼く微粘膜変性手術は、粘膜を焼くことによって症状の発現を抑制します。鼻腔形成改善手術は、形態が変わってしまった粘膜や骨などを切除することで鼻閉の改善をします。そして鼻漏改善手術は、後鼻神経を切断することによって鼻漏の抑制を行います。詳細は耳鼻科さんでご相談してみてください。さて最後に花粉皮膚炎についてお話します。花粉の時期になるとアトピー性皮膚炎が悪化する患者さんがいらっしゃいます。さらにアトピー性皮膚炎がなくとも皮膚炎を起こす患者さんがいらっしゃいます。具体的には目の周りや顔、首など皮膚が露出している部分が赤くなり痒みが出てしまいます。このような場合は花粉症と同じように抗ヒスタミン薬を内服したり、アトピー性皮膚炎と同じようにステロイド軟膏やタクロリムスなどの治療を行います。やはり花粉からの暴露を避けることが大切と思います。さて今回はスギ花粉症についてお話をしました。今回のまとめです。ドン。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、またリクエストコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。エクシュ。